皆様こんにちは。今回の動画は人生の相棒である手帳の動画になります。誰にお願いされたわけでもなく、ただただ私の好きを形にしたい、その欲望を満たすためだけの動画でもあります。手帳に興味のある方もない方もぜひ最後までご覧いただけますと嬉しいです。2023年の手帳は全部で7冊使いになります。7冊、自分でも正直驚いています。今までは1冊の手帳にギュッとまとめて書いていましたが、脳内ごっちゃで書くのが好きな私としては、1冊の手帳では収まらないくて困っておりました。でそこで行き着いた方法が目的別別冊使い、もう一回言います、目的別別冊使いが私には合っているなと思ってこの形になりました。でほぼ日ごね手帳は日記や絵日記を書いて楽しんでいます。一応 5行日記とか1行日記って形で書くことを書いてはいますけれども、その時によってもう直感で好きに書いてます。でエディット B7 変形は仕事用です。立ち仕事でメモをしたいた時に便利です。ポケットにすっぽり入って軽くて丈夫で、見た目もおしゃれでお気に入りです。今年で2年目になります。3冊目の手帳は口実手帳です。年末美容室行った際にいただいた手帳になります。とにかく字が大きくてシンプルで見やすい、いやこれはなんかいい手帳だなと思いました。でこちらの口実手帳は、簡単な家計簿として使います。基本私は支払いはクレジットカードか電子マネー決済がほとんどなので、マネーフォワードというアプリを使って管理はしているのですが、ただただお金を使いすぎてしまいますので、その予防線を張るってことでいくら使ったかを書いてます。で4冊目は自分手帳ライトミニです。こちらは主にログ手帳として活用しています。書くことは私の健康状態とか筋トレメモ、あとはさくらのことを書いてます。ウィークリーは、起床時間、さくらのお散歩、距離と、あと筋トレ、体調メモですね。でマンスリーはさくらのことで、なぜさくらのことを書こうと思ったかというと、今年さくらは12歳になるのですが、だんだんやっぱこう日によって体調の変化が出てくるようになってきたので、ちょっと散歩行かなかったり、逆に今度は元気になりすぎちゃったりとか、そういうのも体調の変化っていうのも記録に残していきたいなと思って、もう贅沢にここのマンスリーは桜のためだけに使おうって決めました。あと病院に例えば行く時にいつから具合が悪かったかなっていうのもパッとね見るのが見たいなと思って、そう病院に行った時用にも活用できるかなと思って、もう贅沢使いしてます。でこちらさくらの目標も立ててみました。3つ目標があるので、達成できるように私もできることを支援していきたいなと思ってます。支援はい。あとマンスリーのところにさくらにかかった費用を書いてます。年間どのぐらいかかったのかなっていうのも把握できるっていうのと、私が仕事辞めたいなって思った時にとどまる一つの手段の方法として書いてます。で続いてはセットアップダイアリーです。今年初めてお迎えをするサブ手帳になります。この手帳の面白いところは LINE を登録すると毎月、あと毎週定期的にこの LINE を通してこう質問が飛んでくるんですよね。でその質問に対して自分の答えを書いて、でその1週間どうやって過ごそうかっていう、サブ手帳的な感じで使っていく手帳になります。実際、手に入れたのが
12月の再販の初日に、発売の初日に手にしたので、使い始めたのは多分12月の26日とかそこら辺だったので、まだ実質3週間ぐらいしか使ってはないのですが、かなり面白い魅力的な手帳だなって思います。で、6冊目はピュアライフダイアリーです。こちらは直感で買いました。なんか感性を磨く手帳なんですよね。感性って何って思っちゃったのと、なりたい自分になる、少しずつ変化していくっていうのと、あのトゥートゥー思考ではなくてトゥービー思考っていう、ってもうなんかもううまく言えないんですけれども、とにかくもう直感で欲しいと思ったので、こちらはすぐに購入いたしました。もう届いてすぐにワークを始めて、一応ピュアライフサークルっていうのを全部埋めて、そこで毎日あのピン、今日はどのように過ごすかなっていうのを決めて、なんかこうなりたい自分に一歩ずつ変化していく手帳ですね。なんかうまく言えないんですけれども、やっぱこの手帳もなんかセットアップダイアリーもそうなのですが、なんか今までの手帳のあり方とちょっと違うというか、手帳を通してその先のなんていうのかな、楽しみもあるし、手帳はあくまでツールであって、その先のなんていうのかな、いろんな活かせる、無限にこう広がる環境の入り口みたいな手帳ですね。もううまく言えなくてもどかしいのですが、そうオープンチャットもあって、情報共有したりとかアウトプットもできるので面白いなと思います。で、予定管理は私は主に Google カレンダーを使ってます。どうしても仕事がシフト制で、もう変化が常にあるので、もう紙で書いてるとちょっと追いきれなくなるので、もう主に Google カレンダーを使ってます。で、そして一応アナログ版としてあのキャンパスダイアリーを使ってます。もうキャンパスダイアリーも何年目だろう、もう5年とか6年ぐらい愛用してます。といったことで、以上で私の手帳会議報告以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。